こんにちは、道場六三郎です。今日はですね、ナスビのオランダ煮、作ります。これは本当にうちのオランダ煮は、天下一品、非常に美味しいです。これは僕の子供の頃の母親の味なんですけど、本当に思い出深い、いい仕事ですので、ぜひ見てください。先生、オランダ煮ってどういうもんですか？オランダ煮っていうのは油を使ってね、炊いたものを、昔は全部オランダ渡りだったんです、なんか向こうの出島のね、今日本料理ではね、油を使った料理ってあんまりなかったんです。それで油を揚げて煮るんでね、オランダ渡り、オランダ煮って言うんですけどね。手に持ってるのは何ですか？これはね、焼き明板なんですよ。明板？明板ってどこでも売ってるんだよね。薬局でも売ってるし、これは色を止めるために作るんですよ。ナスの色を止めるため、このくらい、2% くらい入るんですかね。それでこれをね、ちょっとこう包丁目を入れてね、油で揚げるときに割れるときがあるんですよ、ちょっとこう包丁、うちでは剣山で針打ちするんですけどね、包丁しとけばいいです。これ包丁したものをここへつけると、これで20分くらいつけといてから揚げますとね、色が落ちないんですね。これ落とし蓋して、落とし蓋をする。先生はなんでナスのことをナスビって言うんですか？関東ではナスって言うかな。ナス、向こうは全部ナスビって言う。関西は、地域の違いでしょう。僕はナスが美しいからね、ナスにビーつけたかなと僕は思ってはりしてだから小唄にあるよね、ゆかりを思えばナスビも良いわいな、色もひとしお小紫。要するにこの紫色のね、色合いが何ともやっぱり、もう気に入ったんでしょうね。ゆかり思えばナスビも良いわいな、色もひとしお小紫さき。なんかいっぱい欲しいね。さすが。よし、じゃあこれ、まあ、20分使ってるから洋番付けの間を歌でつなぐ。歌で歌う。包丁が入ってるんです。そう、なぜ包丁入れるかっていうとね、まあ、あと破裂するんですよ、だから包丁を入れておくとね、破裂しないのね。ほら、綺麗な色、この色、なんとも歌の文句じゃないけど、小紫だな。それが草です。これね、結構ね、長く揚げてるでしょ、これ待ちきれなくて途中で揚げると仕上がりがうまくないの。どうした？かなり柔らかくなってないとダメ。中は芯まで、ね、火が入ってないと、硬いまま炊くと炊いた時硬いんです。どうしてそこで、どうした？油抜きっていうの、油を抜くこと、油気があんまりあるとね、しつこいか油抜き。そんなことするんですか？わざわざ油を抜いちゃう。要するに洗い落とすんですね。合わせだし、611だろ、みりんが1、醤油が1、それに砂糖少々、鷹の爪2本入れて、でここに追いがつお、刺しがつおって言うんです。これにこう置いて。結構手間のかかった料理や。いや、これね、まあ別に素人さんではここまでしなくてもうまいけどね。これカツオで蓋をする、カツオ豚って言って、贅沢ですね。贅沢。落とし蓋。カツオ豚に落とし蓋。
20分から25分、30分近くことごと詰めていけば、これもね、あんまり強いよりも中火でこと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 、もうこういうの。たっぷりお出汁を吸ってる感じですか。そうですね、あれ全部煮詰めてきたからね。これちょっといくつか切って、はい、これさ、こう夏日のオランダにここを巻いて、あいちゃ、じゃあいただきます。オランダに見た目がいいでしょ、これやっぱ十分揚げてから炊かないと、うん、うん、あ、おいしいね。よく国会の方へね、あの弁当が出るんですから、はい、その時こう、あのナスビでもあんまりべちゃべちゃしてないんでね、はい、弁当にも入るんですけどね、すごく喜ばれてね。どうせナスビって炊くと色が濁るんですけど、こういうふうに艶っぽく炊いてあるとね、弁当に入れても。これから僕うちはナスビとそうめん、この汁でそうめん絡めた煮物で、アジの柔らかに入れたり、よく使うんですよ。ああ、それちょっと夏場に、夏そうめんね、はい、美味しいです。美味しい。どうも、ごちそうさんです。はい。